はい、どうもバーモ君のゆるカフェです。皆さんお疲れ様です。ちょっとコーヒーですけどね、この生物多様性カップと呼んでるカップでコーヒー飲みながらまったり話したいと思います。今日はね、キャンピングトレーラーの中古が今ないですよねっていうお話をしたいと思います。なんだそんな話かみたいなね、思うかもしれないんですけど、結構このコロナ禍でキャンピングカーが人気が出たってすごい騒がれてるじゃないですか。で割と、キャブコンとかトラックベースのやつね、あとバンコン、ハイエースのやつとか、まあバスコンってこともないですけど、そこの中古車の在庫っていうのはそこまで少なくなってない。まあ多少ね、その流行る前、まあコロナ禍になる前よりはすごい回転してるなーってイメージはあるんですけど、まあ在庫切れになるようなことはないですよね。だけどキャンピングトレーラーって今全然中古ないんですよ。でその要因の一つとしては、まあほぼ海外製でね、輸入に頼ってるっていうこともあるし、キャンピングトレーラー持ってる人は手放さないんじゃないかっていうこともあるんです。でいくらコロナ禍だからだけどね、キャンピングカーはソーシャルディスタンス保ててお出かけできますとは言ってもですよ、やっぱりなんかこうちょっとこう気になさる方はね、ちょっとキャンピングカーでこんな時期に遊びにね、県をまたぐなんてって思って、苦しい思いして、でキャンピングカー家の駐車場に置いといて、ちょっとあれいらなくないって思う方いらっしゃると思うんですよね。で方や、いやソーシャルディスタンス保てるんだからね、いいじゃないって言って買う方もいらっしゃると思うんですよ。だから結局需要と供給のバランスがまあ崩れてない、コロナ禍の前とほとんど変わんないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、キャンピングトレーラーの方々はですね、多分出かけにくくはなってます、相当。だけど売ってない、中古として手放してないんですよ。でそのポイントをですね、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まあ、まず丸一テロップとか出さないですよ。これスマホで撮ってそのままノー編集で出すっていうのがゆるカフェなんでね、皆さんとこうシームレスにね、私的にね、コミュニケーション取るっていうのが目的なんでよろしくお願いします。それで、まず丸一は、維持費が安いと。維持費安いんで、旅に出かけなくてもですね、別に負担になんないんですよね。買っちゃってさえいれば。だって、車検とかの動画も説明してるのあるんで、見てほしいんですけど、キャンピングトレーラー後期動画ね。だって車検は全然かかんない。自分で行けば2万円ぐらい?で、税金は年間1万?あ、以上っていう感じなんですよ。で、まあ保険入りたい人はヘッド社の特約で500円とか払うと、牽引時はね、保証しますとかいうのがあって、それを車両保険までつくんですよ、500円で。まあ、それで言ったって、2万の3万の500円だから、6000円だから、まあ4万ぐらい?年間4万ぐらいしかかかんないですね、キャンピングトレーラーって。で、エンジンないじゃないですか。オイル交換いらないし、エンジンかけないとガソリン詰まっちゃうってこともないと。なので維持するのがすごく簡単なんですよ。場所さえあれば置いておける、これがキャンピングトレーラーの魅力で、なので別にコロナ禍で出かけにくくなったなって、出かける回数が減った、まあ実際うちもそうなんですけど、まあ子供もいるしね、なかなか、まあ畑仕事もあるし、いろいろ忙しいんで、まあコロナ禍あんま関係ないかもしれないけど、まあそういうので出かけにくくなっても負担にならないと。前ね、プレジャーウェイってキャンピングカー乗ってたって言ったじゃないですか。あれすげえ金かかんすよ。なんつったってエンジン5200なんで税金8万ですよ。車検は25万ぐらいかかるし。で、車両保険じゃねえや。車の自動車保険ね、入んなきゃいけないし。かなりかかるわけ。だけど、キャンピングトレーラーなんて全然かかんないから、すごく気持ちが楽だと。なので、やっぱりね、キャンピングカーは、ちょっとお金持ちの遊びかもしれない。だけど、実はキャンピングトレーラーって本当に庶民の
なんていうの、庶民の味方じゃないけど、庶民のツール、もう遊びというか道具ですよね。だと思うんですよ。まあ、庶民って言い方がいいのかわかんないけどね。皆さんの、遊び道具になるということなんですよ。で、例えば今、お乗りの乗用車でも引っ張れるし、軽自動車でも引っ張れるしね、車種を選べば。あとやる気次第、なんですけど、前ちょっとね、ケットラで、キャンピングトレーラー引いてたピノちゃんなんかもね。よく、バーモ君のゆるカフェ、音が小さいって、今日どうすか音、でっかいっすかねちょっとエアポッツプロで、あ、こっちと。ごめんなさい、今変な音入ったかな。エアポッツプロでさ、これ、やってんだけど。ごめんなさいね、今怒っちゃったけど。エアポッツプロでやってて。どうかな、またご意見いただければと思います。すいません、今。ちょっと変な音入ったかもしれない。で、まあそういうことで、維持費が安いっていうのが、もう第一の魅力ですよね。で、それと、こういうふうに、第二の魅力として、コロナ禍で、なんかあった時も、キャンピングトレーラーで隔離生活すればいいやって感じで、今家族は、夜ご飯食べてるんですけど、もう全然子供たちの声も入らないでしょ。ここでトイレもあって、水道もあって、シャワーも浴び入れたりすれば、いや、もしコロナかかっても、すぐ自分だけ隔離できるよね。いや、安心だと。だ災害とか、そういうのにも強いっていうので、やっぱその二つの維持費が安い災害とかにもあったら、便利。で、お金がかからないで災害に対応できる。なんて便利な道具なのということなんですよ。で、結構ヨーロッパなんかではね、何家族に一台みんな持ってるみたいな感じでキャンピングトレーラーって大量生産されてて、もうレイアウトもね、この牽引免許不要のやつだったら、これ、この、ね、こっちに見える。ちょっと散らがってますけど、ダブルベッドあるタイプと二段ベッドがあるタイプのその2種類がもうほとんどなんですね。でもそういった感じで確立されたもう道具となってるということなんで、ぜひね、これからの日本でも流行るんじゃないかなっていうふうには今ね、すごく思ってるんですよ。っていうか、俺が流行らす違うか。まあ、そんなこともないんだけど。でもね、私の動画見て、キャンピングトレーラー買いましたとか、キャンピングトレーラー買おうと思ってます。教えてくださいみたいなコメント本当に嬉しいんで、今、この動画のコメント欄にも何かね、質問がありましたらですね、わかる範囲では、本気で答えますので、まあ、いろんなね、考え方があるので、私の意見は一意見として聞いてくださいよ。私の意見だけ信じないでは欲しいんですけど、まあ、でも、なんか参考になればと思うんで、全然、なんだ、キャンピングカー屋とかそういうんじゃないんで、本当に一ユーザー、軽自動車のバーモスで車中泊して、で、キャンピングカー乗って、高い維持費がかかるキャンピングカー乗って、で、キャンピングトレーラーにして、で、そういうふうに家族構成とか変わってってね、お金のかかり方とかも変わってて、もう全然一般庶民なんでね、あ、これはもう子供二人できてちょっと維持できねえなと、キャンピングカー維持できねえな。じゃあ、もう乗用車も一気に全部チェンジだっつって、これに変えたりとかしてるんで、皆さんもなんかそのフェーズでね、いいなと思うものあるのかもしれないんですが、キャンピングトレーラーから始めるっていうのもね、実はありなんじゃないかなっていうふうに思います。何せ負担が少ないんで、のんびり計画できるんですよ。やっぱり、持ってるだけでお金かかる。所有、だからその持ってるだけでお金かかるっていうのと、あと維持費、乗んなくても維持費がかかる。っていうのは結構ね、やっぱりきつい。キャンピングカーってやっぱ乗る回数減るんで、月に1回週末出かければいい方ですよ、多分。結構駐車場で、全然動かないキャンピングカーとかもね、たまに見ると思うんですけど、そういう風になってもですね、トレーラーだったら、エンジンないし、タイヤしかないわけで、まあブレーキありますけど、ほとんど減らないということで、メンテナンスするところ、本当に2年に1回車検の前にグリスアップしてもらうとかね、なんかそういうことだけで、やる気になれば自分でできちゃうってことで、やっぱりね、いやー、災害にも強いし、こういうコロナとか感染症の時にも心強いし、何せ維持費は安いし、日本に合ってるでしょうと思うわけです。うん、あとは、日本の車 CVT ばっかりなんで、ちょっと注意しなきゃいけないんですが、別にゆっくり走ればいいんですよ、トレーラー引っ張ってるんだから。ね、ここが、皆さんの大きな勘違いで、普通に走ろうとして走れないって言って、そりゃそうなんです。普通に走ろうと思うんだったら、それなりの車買うようですよ。トルクがあったら、ギアは AT だとか、骨格がしっかりしてる車だとかね、買わなきゃいけないけど、別に、ゆっくり走ればいいんですよ。トレーラー引いてるから。みんなどいてくれますから、トレーラー行ったら。
どうもどうもってやればみんな怒ってくる人いないし、ゆっくり走れば別に問題ないということで、本当に日本にね、合ってるんじゃないかなというふうに思いますんでね、ぜひ、なんかキャンピングカーショーとかね、行く機会があれば、トレーラーの方もメインで見てもらうのもいいと思いますし、もう本当に欲しいと思ってる方はキャンピングカーショーなんてね、行かないで、キャンピングカーショーなんて行くなみたいな動画も作ってますけど、本当に欲しい方は身近なね、キャンピングカーさんへ行って、そこにあるトレーラーを選べばいい。トレーラーレイアウトそんな変わんないんで、そこにある程度のいいトレーラーを選べばいいということで、あまり迷わずね、パッと選んでしまえばいいかな。で、中古と新車のね、価格差もあんまりないので、原因免許不要だと、今本当に中古の玉数ないんで、まあ、新車で買うってのもありかもしれませんが、1年待ちとかね、なられてるってコメントいただく方いらっしゃるんですけど、ぜひね、その1年後、どこかでね、お会いするかもしれないんで、その時は楽しいお話できればと思うんですけど、ぜひね、皆さんにキャンピングトレーラーを検討してもらいたい。テントキャンパーの人になんかもうキャンピングトレーラーはバッチリですよ。今まで培った、キャンプ場の知識、ここのキャンプ場いいなとか、そういうのを全部使って、ここだったらトレーラー入れるねってもう思い浮かぶとこあると思うんですよ。そういうところに行けばいいんですから。そしたら、撤収、設営の時間なし、ほぼなしで、パッと、もう、切り離したら、そこは家みたいな。キャンプ場が、お気に入りのキャンプ場が家みたいな感じになるんで、ぜひね、またいいキャンプ場とかもあったら、コメント欄に、入れていただければですね、行ける範囲で行ってみたいと思います。実は、ずっと車中泊、キャンピングカーで来ちゃってるんで、キャンプ場に弱いっす。正直に言います。キャンプ場に弱いんで、ぜひ、皆さん、プロキャンパーの皆さんね、いいキャンプ場、キャンピングトレーラー入れそうないいキャンプ場ね、そんな高くないとこ、教えていただければ嬉しいです。はい、ということで、いつも通りね、コーヒーがなくなりましたので、今日は甘いカフェオレを珍しく飲みましたが、今日もお付き合いいただき、ありがとうございます。また、メンバーシップの方もですね、ちょっと始めていますので、まあ、これはよろしければという範囲なんですが、本気で、キャンピングカーをレビューしていくということで、間々にね、無料のキャンピングカー大学っていうメンバーシップなんですけど、概要欄の方に入り口貼っときますんで、まあ見てもらえて、まあ、見てもらうだけでもいいっす。まあ、YouTube がやりませんかってからやってみようかなって感じなんで、まあでもそっちもね、頑張って、もう熱く語ってますよ。そういうのをやるし、キャンピングトレーラー講義動画とか、あとキャンプの動画、あと今ね、今、自分が楽しくやってるのは、あれですよ。サービスエリアの紹介、これもね、どんどん拡充していきたいと思いますので、また新しい動画をですね、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そう、チャンネル登録再生回数の中でね、YouTube のアナリティクス見れるんですけど、チャンネル登録してる人としてない方で、圧倒的にね、してない方が何回もね、見てくださってる方いらっしゃるでしょう。そこのあなた。すいません。いや、いい動画を作るだけなんで、頑張ります。ということで、今日も一日健やかに行って、もう夜だな。うん。また、動画アップしますので、その動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。ありがとうございます。